おはようございます。バラエティプロデューサー角田陽一郎でございます。 ICUC 知的好奇心向上委員会の、5月16日かなの、日曜日の朝でございます。今週もですね、私ちょっと今あの週刊プレイボーイのあのムービングムービーズって連載がありまして、それで映画のね連載なんですけど、あのカメラを止めるなのカメ止めの上田慎一郎監督との対談があったんで、朝からちょっとこう出かけましてですね、今ちょうど取材を終えてちょっとまた別場所に移動している最中でございますと。はい、そんなんで今日もまた車でですね、まあくちゃべりながら、どうせ移動するんだから移動してみようかななんて思っております。変わったことといえば、今ちょっとだけ雨降っておりますが、まもなく梅雨になりそうですけど、梅雨ってでも6月早いですね。もう5月もまだ半ばといえば半ばなのに、なんかもう九州とかはね梅雨になったって言っておりましたけども、そういう意味であれなんですね、どんどん季節の変わり目みたいなものが変動してるんでしょうね。うん、で僕もね今日半袖です半袖、はい、もう長袖な季節から半袖の季節に、先週ぐらいから夏な感じではございますが、感じでございます。で、先週もそうだったと思うんですが、ちょっと夏風邪気味で、ああ、でも先週はまだギリギリ大丈夫だったのか、これ日曜日撮って、翌日の月曜日にね、僕ラジオをいつもレギュラーやってるんですけど、声が出なくなっちゃってね、で、これ、さすがにそろそろコロナかななんて思ったりして、PCR 検査受けました。うん、で、受けたら結果、コロナじゃなくて、まあ良かったんですけど、うん、ただなかなかいろいろ大変な感じっていうか、なんか疲れが出たというかね、はい、もしコロナじゃなければ普通に、この季節の変わり目、まさに半袖に変わるタイミングで、なかなかこうなんていうんですかね、体調が季節の変わりにこう対応できないこれ年々もう年取ってくると、若い頃とかそんな気になってなかった、暑い時は暑いとか言ってただけだったと思うんですけど、だんだんこうね、こう自分の体をその季節に馴染ませるのにちょっと時間がかかる、タイムラグみたいなところでちょっとこう風邪気味になるんだよななんて思いながら、今日もねちょっと声枯れてるんですけども、まあもう治りかけといえば治りかけかななんて思いながらですね、はい、今日はそんな感じで喋っております。はい、で何話そうかななんて思ってるんですけどですね、今日はですね、自己啓発書というものの使い方みたいな、うん、読み方みたいなものを話してみようかななんて思うんですね。自己啓発書ってそもそも何なんでしょうね。ビジネス書というのと自己啓発書の違いみたいなのって、まあすごい境界は曖昧だよななんて思いながらですね、僕も13冊ぐらい本14冊ぐらい出してるんですけど、僕の中ではなぜこんなに働くのだろうとか、好きなことだけやって生きていくという提案とか、出世のすすめとか、天才になる方法とか、まあ、読書プロデュースとかもそうだとすると、僕の本のなんか半分以上は自己啓発書ですね。運の技術とかね、うん、まあ、世界史とか地理の本とかは、まあ世界史の本だったり地理の本だったりするんでしょうけど、それ以外の本はね、まあそういう意味ではあれですね、自己啓発書的なものなんだろうななんて思うんですね。でね、自分がそんな感じで自己啓発書をですね、まあなんだかんだ言って10冊ぐらい書いてるにもかかわらず、僕は自己啓発書嫌いなんですよ。うん、自己啓発書しか読まないって方もいる。ビジネス書とかもそんなに好きじゃないですね。うん、やっぱり何かのトピックについて書いてあることの方が読む意味があるのかななんて思ったりとか、まあ当然小説とかは好きですけど、ただ小説ってまた好きだけども、そんなにこう読みたくない時と超読みたい時が僕の中ではすごいこうブレてるんですよね。常に常に読めるのかっていうと読めないんですよね、小説って。でもなんかそういうフィクションのその作り話を読みたいよななんて思う時はすごい小説が読みたくなるんだよななんて思うんですけどね。でね、ビジネスとか自己啓発書っていうのは、だから本当にむしろ若い時は読んでたんだけど、まあ、簡単に言うと何読んだって一緒じゃんみたいな風に思うわけですよ。いや、みんないいこと書いてあるけどみたいな、うん、でこんな
でなおかつこう成功者の人が成功する理由を書かれてもそれができないから成功しないんだよななんて思ってて、そんなに読んでなかったですかね。読んでなかったって言いながらも思考は現実化するとか、ナポレオンヒルだとか、うん、あとなんだっけ、タイトル忘れちゃった、箱から脱出する方法でしたっけ、ちょっと違うなとか、あとは7つの習慣、7つの習慣はねむしろ番組をやったことがあるんですけど、そういうような感じで全然読んでないというよりは、まあ比較的読んでるけども、もういい年するになるとそんなにこう自己啓発書でわざわざ自己啓発しなくてもいいよななんてこう思うようになったというかね。ただ一方でね、僕自分がねこう10冊ぐらいこう自己啓発書を書いてるってことは、あのすいません、咳しちゃいましたけど、やっぱりこう依頼があるからっていうところもあるんですよね。ってことはやっぱり自己啓発書ってある一定のこう需要があるから出版社の人は出すんだろうなと思うと、それを読みたい人がいるというか、まあ、つまり自己を啓発したい人がいるというか、悩んでる人がいるからだろうなとは思いますよね、うん、で僕個人はそんな感じでそんなに好きじゃないんだよななんて思いながらですね、でもね最近結構読んでるんですよ、うん、でその最近なんで結構読んでるのかって話が、まあ、今日の一番話したいことなんですけど、自己啓発書ってその読んでることを全部自分にこう当てはめてみるみたいなことって、あの真面目な人は真面目な人ほどやろうと思うんですよね。この人はこういうふうに生きてる、素晴らしい、じゃあこの人の生き方を真似てみようみたいな。で僕がその自己啓発書とかがそんなにこう苦手だったのは、つまりそれできないじゃんっていうところがやっぱり多かったんだと思うんだけど、逆に言えばそういうふうに読まなきゃいいじゃんって割り切れば、結構そのいいことっていうか心に刺さる言葉みたいなものってのをすごい啓示的に自分の中に受け止められるんだよなと思うと、あるじゃあ自己啓発書を読んだ時にほとんどのことはなるほどなるほどなってこう斜に構えて見てたとしても、ある一行のこのフレーズみたいなものがすごい刺さる、あこの一行は今の僕の心境にこれ僕のために言ってるのではないかななんてね、うん、なんかそんなことをこう思える。だからこう砂の中に、砂浜に行ってね貝殻が落ちてたりして、綺麗な貝殻を拾おうかなっていうような感覚、今まではこの砂を全部集めてその砂自体を自分のこう身の上に全部こうパラパラパラっとやらないとなんか自己啓発書ってダメなのかななんて思ったんだけど、むしろそういう拾い読みでいいんだなっていうふうに思うと、たまたまパッと取った自己啓発書のもうバラーっとこう、むしろ速読否定派なんですけど僕はね、ゆっくり読んだ方がいいって言うんだけど、なんか本当にこうわーっとこう読んでてちょっとだけ気になったところになったら急にこう読む速度をゆっくりにして、その言葉をこうまるで砂浜から貝殻を拾うかのようにね、通行できます、はい、すみません今ちょっと ETC 入ったんで通行できますって入っちゃいましたけど、はい、そういう感じでこう砂浜からね綺麗な貝殻を拾い集めるかのように、なんて言うんだろう、救う、それって自己啓発書のこうなんて言うんだろうな、一番こう楽しみ方っていうと語弊があるけど、うん、高揚なのではないかななんて思ったりするわけです。そうするとその自己啓発書って まんざらでもないよなっていうふうに思った。うん、でね、この思ったって変化っていうのもまたちょっと面白くて、だってじゃあそれを思ったのっていつかっていうとこう1ヶ月ぐらいなわけですよ。じゃあこの1ヶ月前ぐらいの僕の発言を聞いてる人は、あれ書くたって自己啓発書否定派じゃなかったっけみたいな話になっちゃうじゃないですか。でも今は別に自己啓発書的なものをこう自分のなんかこう貝殻に、砂浜で拾った貝殻にするのはいいんじゃないかなって思ってるって思うと、つまりその本を書いてる著者だってその本を書いてる時に思ってることを書いてるだけで、今それを本当にそう思ってるかどうかなってことはそんなにこうリンクしてないんだよなってことにもまた気づかされるんですよね。
うん、だからその著者が、その著者が30代なのかね、40代なのか50代なのか60代なのか分かんないけど、その瞬間、その人生で、まあ多分その著者もいろんなことがあったんでしょうね。で、そのいろんなことがあったその瞬間にそういうことを思ってるんだよなってことを、その瞬間に書いてるという、その瞬間のこうアーカイブであるものがその本なんですよね。うん、だからその本を鵜呑みにするのではなくて、その瞬間の断片断片を自分がこうインスピレーションとして受け取るというのは、すごくなんかね、人生のその瞬間瞬間を大事にするという意味ではとっても大切なことなんじゃないかななんて思うんです。だからそれって別に本に限ったことじゃなくて、人との出会いでちょっと人とねご飯を食べてて、その中にこうなんか珠玉の一言が、もう 99% はくだらないことを喋ってたとしても、一つだけいいお言葉がいただけたなって思ったら、なんかそれってこう印象に残ったりするじゃないですか。うん、だしそれって別にテレビ見ててでも映画見ててでもあると思うんですよね。うん、だからそういうふうに考えれば、なんかそれ自体がバラエティ番組が見てて、じゃあいい一言をいただいたなってなった時に、バラエティ番組くだらないよね、じゃあ見んのやめようとか、うん、自己啓発書ってそんなになんか好きじゃないよね、見んのやめようって思うほど、なんかこうそんなにこう毛嫌いする必要ないんじゃないかなって思ったってことなのかもしれないです。まあ、毛嫌いそもそもしてないんですけどね、僕はバラエティ的に何でもいいじゃないですかって言ってるからっていうか、うん、でそういうふうに思えたのって何かっていうと、やっぱりちょっと僕的には2月ぐらいからちょっといろいろあって、なんか気分的にこう落ち込んでる時とかがあったりして、で気分的に落ち込んでる時にこうなんて言うんでしょうね、 Facebook とか見てると、あの知り合いの方とかがね、この本を読んで感動したみたいなこととかをこう上げてたりした時に、あの面白そうだなと思ったらすぐ買っちゃったりしてるんですけど、あの僕基本本は全部紙で買うタイプなので、あのこの YouTube の ICUC 見たら本棚にわーっと本が並んでるのを見られるとは思うんですけど、はい、なので基本的には紙で買うんですけど、むしろその自己啓発書とかはあのいいかな、もうあの Kindle で買っちゃおうみたいな。だからその方とかがちょっとこうおすすめしてたやつとかがあったら、それをなんかもうパパパッとそのまま Kindle で買っちゃって、そのまさにこう落ち込んだ朝とかにもうなんかさっき見たく拾い読みするわけです。そうするとなんか本当になんていうの、拾い読みだからそんなに時間かけずに本当に1時間とか2時間で、まあ、読み終わっちゃうわけですでね、その読み終わった時、読み込んでる時になんかやっぱりそのなんか一つのこう言葉というか、一つのこう意思みたいなものがその刺さる言葉とかをいただけると、なんかその日の朝なんか自分が元気ないよなとか、なんか人に騙されたなとか、人に裏切られたななんて思ってたとしても、それを例えば自己啓発書を読んでてね、それを裏切りと取るか騙されたと取るかは自分自身の問題なんですよみたいなこととかが普通に書いてあると、なんか普通にすいませんね、また渋滞情報をやってくれちゃってますけども、はいはい、ごめんなさい、どっから話したっけ、そうそうそう、だからそういう朝とかね、落ち込んだ時とかにむしろその自己啓発書とパンともう Kindle で買っちゃって、でそれでもうパラパラって見ながら自分がちょっと興味あるところの一節とかからね一言いただくとね、なんか結構それで今日一日頑張れるよなみたいな、うん、気持ちになったりするんだななんて思ったりして、うん、でそれってなんか今までの僕にはそんなになかっただと思いますね、なかった生き方というか。でそれって何かっていうと、なんかこうやっぱりこう自分がこうおっさんになってきて、また僕の中では去年の父が亡くなったとかね、その友人が去ったみたいなこととかも結構大きいんだけど、その自分のこう感じる孤独感みたいな中で、あるこう言葉みたいなものとかが、別に言葉じゃなくてもしかしたらお金でもいいかもしれないし、愛情でもいいかもしれない、なんか自分が生きてるというもののこう担保というか、担保っていうとなんかもうちょっと違うな、自分が生きてるということのこう保証より良くないか、保証の方が自分が生きてるということのこう礎みたいなものっていうのがやっぱりぐらついた時に、
それをこうちょっとでも補強していただけるものが、それが愛情でもお金でも言葉でも人間関係でもいいのかもしれないんだけど、なんかね、所詮人間なんて孤独なんだよななんて思った時に、その自分のこう考えてた、自分が生きてきたこととかをこう間違ってないんだよって言っていただける一言みたいなものがね、その言葉がね、その本みたいなとこから出てくるとすごい救われるんだななんて思ったりするわけです。だからそれってね、最初にこう思った時にはなんかこう、まさに3月ぐらいかな、なんかこうだから 裏切られたなみたいな風に思った時に、これ今運転中なんでそんなにこう喋ってる言葉とか、あのなんて言うんでしょう、あの紹介してる本とかが結構いい加減かもしれないんですけど、あのなんかね、その後で YouTube とかにはちゃんと書いておきますけどね、なんかこう、そう最初にこう裏切られたなって思った時とかは、対象喪失の乗り越え方っていう本をね、なんか普通にこう Amazon で見つけて読んでたら、結構なんか救われたんですよね、そこの一言一言みたいなものとかに、とかあと普通にもうベタで言うとマーフィーの法則の、ね、マーフィーの本とか、マーフィーのとかってむしろ読んだこととかなかったんですよね。でもまあそういう意味で言うと、なんか3冊ぐらい買ったんですけど、まあどれも一緒だななんて思いながらも、でもやっぱり1冊読んでみて、あ、その自分への肯定感を持とうみたいなことって足りなかったじゃんと思うと、そんなにこう毛嫌いする、毛嫌いっていうか、バカにする、バカにもしてないですけど、そんなにこう自分から敬遠するものでもなくて、そのマーフィーの中に、ね、書いてある絶対肯定感とか、そういうものってすごい、あの自分をこう生きていく上でちょっと元気にしてくれるんだななんて思いました。だから本当にね、なんかこう自分が元気ないなとか、自分にこう自信をなくしたななんて思った時に、もう朝パッとこう、例えば心屋慎之介さんの本もね、僕最近何もかもうまくいかないと思ったら読む本みたいなやつ、まあ、タイトルちょっと微妙に間違ってるけど、そういうような本とかもね、なんかすごい、読んでてね、ほとんど読まなかったな、ほとんどパラパラ見ただけだから、速読ってそういうことなのかもしれないけども、でもその中でやっぱりちょっと刺さった言葉があるだろうなと思ったし、あの嫌われる勇気のね、岸見一郎さんの本で今ここにある幸福っていう本とかね、あ、何なんだろうこれとか思いながらね、そういうのを読んだりとかね、あ、だからこの前話したショーペンハウアーの哲学の話とかも、ショーペンハウアーもこういう感じで自己啓発書みたいなものを読んでたら、その中にショーペンハウアーの言葉があったんで、あ、ショーペンハウアーって読んだことないなと思って読んでみようって思ったっていうとこなんです。とかね、あとなんだろう、あれだ、僕の知り合いの明治大学の先生の堀田修吾先生のね、はい、考えすぎない人の考え方って本をね、それこそ僕の知り合いの静岡の西原さんっていう、西原グループという餃子とかとんかつ屋さんを経営している会長がいらっしゃるんですけど、その方がすごい読書家なんで、いつも本を紹介してるんですけど、その中に紹介されてた堀田先生の本、まあむしろ知り合いだったんで、そんなにこう知り合いの本ってむしろちょっと読むの僕の中で躊躇しちゃったりして読まなかったりしてたんですけど、考えすぎない人の考え方っていう本は、僕は考えすぎるタイプなのでなかなか勉強になりました。でその中でまた西原さんが勧めてた人生を変えるモーニングメソッドっていうね、つまり朝1時間でも2時間でも早く起きてやること、その瞑想だったり、アフリケーションだったり、イメージングだったりみたいなことをやりましょうみたいなね、そういうようなものとかが書いてあって、まあ、それもこう読んだりして、その感じっていうのがすごく自分の中で救われてるなと思います。なんて言うんでしょうね、なんて言うんだろうな、それがこうその本のその言葉とその日のその気持ちで出会うっていう、そのマッチングのタイミングの感じってすごく面白いなと思うんですよね。だってもし僕がその時元気だったら、その本を読もうかななんて思わないわけですよ。
まあ元気なんだから読まなくてもいいじゃんとも思えるし、むしろ元気じゃなかったからその本と出会えて、その本の中に価値ある言葉があったとするならば、その価値ある言葉と出会うために実は神様が元気をなくしてくれてたんじゃないかなと思うと、もう何がどこまでが何て言うんだろう、こう時の流れでどこまでが運命なのかとか、どこまでが自分の意思なのかみたいなこととかがだんだんこう見えなくなってくるなぁなんて思いながら、でもそれって今僕はその自己啓発書で言ってるけども、あらゆる人間関係とか出会いとか別れとか仕事とかそういうものも、あらゆるものもきっとそのそれでしかないなっていうふうにちょっと割り切れるんだよなと思ったんです。この割り切れるって感じが、割り切れない世の中の中でなんかすごい僕の中では割り切れたんですよね自己同着してるかなこの言い方は、どうせ割り切れないんですよ、どうせ割り切れないんだから割り切ってみてもいいじゃんみたいな、でその割り切るのあって、自分が割り切れないわけだから自分だけじゃ割り切れないんだけど、その時にね、その本の中でその一節みたいな言葉をいただくと、割り切れるじゃんっていう、それがなんかねこうちょっとした救いになるんだよななんて思うわけですね。だからあの対症喪失の乗り越え方っていう本とかっていうのは、あの本当にこういろんな、あのこの方が、この有名人がこんなことを言っていますとかいういろんな事例が出てて、でなるほどなって思うことも、いやそれはちょっと違うんじゃないかなと思うこととかもあるんだけど、でもそれってすごい、意味がある出会い、そのつまりその対象消失で言えば、対象喪失ということすら、何かを失うということすら意味があるんだなっていうこと、そんなことを感じたりもするわけですね。これってネガティブだポジティブだって話は前回したと思うんですけど、ネガティブだポジティブだっていうその先なような気がちょっとするんですね、僕の中では。でネガティブだポジティブだっていう、まあ状況に一喜一憂しないというか、一喜一憂しないからってそれってもうじゃあ何にも感じないぜっていう不感症って意味ではなくて、感じている自分こそ全てだと思った時に、その感じることっていうのは喜怒哀楽、ね、悲しみや喜怒怒る、あ喜ぶ怒る、悲しい哀楽楽しいみたいなこともあるし、もっと妬みとかね、ジェラシーとかね、落胆とか、まあいろんなこう思いがあるんだと思うんですけど、そういうものへのものが楽しいからいい、楽しくないからいいじゃなくて、いろいろあるんだっていうことを楽しもうっていうと、だからまたちょっとだけ語弊がありますよね。そのこう波に乗ろうみたいな、ライドオンウェーブみたいな、ライドオンザウェーブみたいなことなのかななんて思うと、どうせその波に乗るしかないんだよななんて思ったりもするわけですよね。そう思うとね、なんかその自分がこうこの世界についてどう思うかっていう、まあ思いとか、なんなら夢みたいなものもあるし、夢って夜見る夢もあるしね、昼間見る妄想みたいなものも夢というかもしれないけども、そういうものと現実世界というものってどこまで差があるのかなみたいなね、もうそうするとなんかもうなんかカント哲学とかそういうような認識とかね、なんかそんな理性とは何かみたいな話とかに、ハイデッガーみたいな話になっちゃうのかもしれないんだけど、そこまで哲学的な話じゃなく、この世界というものを自分がどう感じるかでしかないんだったら、その感じることが楽しいことやいいことばかりであるわけがないし、だったとするならむしろ退屈じゃねえかななんてちょっとこう思える、でも実際こう悲しかったり辛かったりすることがあると辛いわけですよね。だからそういうものは嫌だななんて思う反面ね、そういうものがあるということがむしろ必然だとするならば、その必然自体も楽しんでしまうしかもう人間は生きられないのではないかっていう、またショーペンハウアー哲学の方に戻ってくるんだけど、そんなことを
思ってるからそういう自己啓発書みたいなものの一節が心に染みるようになったのか、そういう自己啓発書の一節が心に染みるようになったからそういうこう思いが僕の中でふつふつ出てきたのか、それはわからないんですけどね、僕の中では、うん、ただそんなことも思うわけです。だから島倉千代子さんすごいですね。人生いろいろって歌ありますけど、うん、人生いろいろなんですよね本当にね、うん、で人生いろいろの中でみんなこう正解を求めすぎちゃうんだろうな、でみんな正解を求めすぎちゃうんだろうなって今みんなって言ったけど、自分は違いますよって角田陽一郎自身は言ってたのかもしれないけど、でも何かあって落ち込んだりするのってやっぱり自分が思ってた正解にはこの世界がなってないことで落ち込んでるんですよね、あらゆることがね、うん、仕事だったり人間関係だったりお金なのか分かんないけど、なんかそんな、うん、愛やったりとかね。とするとね、やっぱりこう自分の中でのこうイデアみたいな正解みたいなものをこう作って、それとこうこの現実世界が齟齬していると人は悲しい、まあ、驚いたりもするけど悲しんだりするんだけど、その時にそのこう自己啓発書とかでもらえる言葉っていうのは、別に自己啓発、何回も言ってますけど自己啓発書じゃなくてもいいんですよ。それが小説でもいいし、僕も小説とかからでも主人公の思いとかそういうものからいろんな言葉をもらえてるよなぁなんて思ったりもするけども、そういうようなこう、うん、なんか世界の悲しみは世界が救えみたいなね、その世界の悲しみを救うためにはその世界からやっぱり何かをもらわない限り人は立ち直れないんではないかななんて思ったりするときに、その世界というのは本当にリアル世界でもいいし人との出会いでもいいんだけど、自然との触れ合いでもいいんだけど、本との出会いっていうのはやっぱり思考する生き物、人間としての自分の中で結構大事な要素なんだななんて思ったりもします。うん、なんかどんどん自分の中でこう自分というものの価値観が本当にこの2月ぐらいから変わってきてるんだななんてことは思っててね、最近あのツイッター、僕ツイッターフォロワーの1万人ちょっとしかいなかったんですけど、1万60ぐらいまで行った後どん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 減ってて、今日の段階で9960ぐらいまで減っちゃいましたね。つまりまあ100人ぐらいこう減ってるわけです。で別にまあ増えてる減ってるっていう意味で言うと、もっと増えた方がいいななんて思いながらも、積極的に増やす必要はあるのかななんて思いながらも、1万を切ってるっていうのは結構やだななんて個人的には思ってはいるんだけども、でもどん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 減ってるのっていうのはなんとなくちょっとわかるんですよね。それって一番大きいのは新たな出会いがやっぱりコロナだからないですからね。もしコロナでなければいろんなトークイベントとかやって新たな人とトークイベントをやったりすると、その新たな人のファンの方が僕を知ってくれたりすると、もしかしたら僕のフォロワーさんになってくれたりするんだろうけど、そういう要素っていうのが今ほとんどないから、既存の僕の知ってる人の中でこう目減りしてってるというのが目減りの理由だとは思うんですよね。まあそれは一つあるとは思うんだけど、それともう一個違うところで、僕が例えば今までこう話してたことって、もっとこのビジネスではこうすべきだとか、この世界はこうあるべきだっていう、まあポジティブなこともネガティブなことも、まあ、ネガティブのが7ぐらいかもしれないけど、7、3話ぐらいの割合でね、結構つぶやいてたんだけど、最近はもっとこうポエム的な、うん、ポエム的なものしかをつぶやいてないような気がするんです、うん、感性的なものっていうかセンス的なものっていうか、でそうするとそのこう僕のフォローしてくださってた方は、もしかしたら僕の中でのそのこうバラエティプロデューサー的なビジネス的なそういうこうつぶやきとかに共感を持ってるからフォローしてくれてた人が、俺角田いきなりポエムっぽいものばっかじゃんかっていう、夢とはとかね、自己啓発的なもの、自己啓発っていう意味で言うと他者啓発ではなくて僕の中では本当に自己啓発なんですけど、うん、僕が落ち込んだ時にこう思ってますっていうことを言ってるだけだから本当の意味で自己啓発なんだけど、という言葉みたいなものにはすごくこうなんか嫌悪感がある、あるいは、まあ、嫌悪感までいかなくても聞かなくてもいいやみたいな人が減ってってるんだろうななんてのも思います。うん、でもまあそれは自分の中での変化だから致し方ないななんて思ってるんですけど、ただ
そういう僕なんですっていうところっていうのを、やっぱりこれはもしこう ICUC とかも含めてね、この動画も含めて配信してて、もうちょっとでもこうもし心に刺さったりしていただけると僕としては嬉しいなって思います。あれ、今週まとまってるから何言ってるか、まあいいか、こんな感じです。知的好奇心向上委員会 ICUC バラエティプロデューサー角田陽一郎でございました。